どうも、サラマッチョです、最近質問で食事とトレーニングと睡眠、この3つは大事だと言われますが、一体ボディメイクにおいてどれが一番大事なんですかみたいなねことを聞かれましたので、私の意見をお答えしておきますと。で、私が思うのは一番大事なのはズバリトレーニング。いや、そうでしょ。やっぱトレーニングしないと何も始まらないので、トレーニングが一番大事ですよ。これはもう間違いなく言えます。まあ、例えば、トレーニングをせずに食事と睡眠しっかり管理できてますっていう人がいるとすれば、まあ、その体を維持するようなことはできるのかもしれないですけども、どんどんね、いい体になるっていうことはもう絶対できないので、やっぱりトレーニングは必須ですね。逆にトレーニングがしっかりできていて、食事全然取れてません、睡眠全然取れてませんっていう人がいると、それはね、いわゆるジャックハンマー状態ですよね。でもただね、そういうジャックハンマーみたいな生活してる人いないと思うんですよ。食事は普通に取ってると思いますし、睡眠もある程度は取ってると思いますし、まあ、そういう人であればしっかりトレーニングすれば、まあ、いい体にはなると思います。で、よくそのボディービルダーの人たちっていうのが、食事とトレーニングと睡眠、休養、まあ、これがねすごく大事だっておっしゃってるのはですね、もうそういうボディービルとかされてる方たちっていうのは、もうそのトレーニングにおいて他の人の差をつけるっていうのがなかなか難しいんだと思うんですよ。もう皆さんすごいハイレベルのところでトレーニングされてると思うので、ここだけで他の人と差をつけるっていうのがもう難しいんだと思います。なので、食事でしっかりと体を作り上げて、まあ、休んでしっかりと体を回復させたり、体を成長させたりすると、もうそこでどんどん生活の全てを注ぎ込んでね、差をつけていくしか他の人と差がつけれないんだと思うんですね。まあ、ただ普通のちょっといい体になりたいんですっていうような人が、そこまで自分の全てを注ぎ込んでボディメイクをしていくっていうのはもう無理じゃないですか。なかなか難しいですよね、そんな全ての自分を注ぎ込むっていうのは。なので、まあ、私が思うに、もうそれ競技をする人たちはそうせざるを得ない、勝つためにそうしないといけないんだと思うんですけども、普通に生活していい体になりたいのであれば、トレーニングをしっかりしていればもういい体になれると思います。で、まあ、あと、まあ、どんどん上を目指すのであれば、そのトレーニングがしっかりできた上で、あ、栄養バランスのいい食事ってのはどういうものなんだろうかとか、タンパク質はどれぐらい取ったらいいんだとか、それもトレーニングしっかりできてくるともっと大きくなりたいと思い始めるんで、なのでその時に初めてね、それもやって、で、まあ、休むのがなんで重要なのかとかね、まあ、そういう部分も、まあ、どんどん勉強していけばいいと思うんですよ。だから最初からそのトレーニング、食事、睡眠とか一気に全部ガッとやろうと思うと、まあ、できないと思いますので、まあ、いい体になりたいのであれば、まずはトレーニングをすると、それが、私の意見です。はい、というわけで本日はトレーニング、食事、睡眠、どれが大事かについて考えてきました。いい体になりたい方、筋トレを始めようかなと思っているような方がいましたら、まずはトレーニングです。トレーニングをしっかりやってください。それでそのトレーニングを習慣づけてください。それが一番大事です。で、その上でもっともっと変わりたいと思うようであれば、食事とか睡眠の大事な部分とか、まあ、そういうところを勉強していけばいいと思います。まずはトレーニングをやってください。皆さんどう思われますでしょうか。皆さんいろんな意見あると思いますので、まあ、コメントに残していただければなと思います。それでは本日もありがとうございました。もうトレーニングと食事と睡眠と、もう一気にやるとか、もう無理ー。